あのさだねあ、なんかゴムが。皆さんこんにちは。僕は補正補正です。なんとか補正、夏休みが始まりました。カナダはね、日本より少し夏休みが来るのが早いんだよね。うん、今学期終わったのが1学年の最後。アホちゃんとせいちゃんのバックチェックをしたいと思います。やばい。1年間ね、使い続けて今中にどんなものが入ってるのかお化けチェックしたいと思います。じゃあちょっとカホ製のバッグ、まず前に出してください。やばい、怖い。めっちゃ大丈夫。カホちゃんはこちらのカバン1年間使いましたよ、はい、せいちゃんはこっちのカバンを10ヶ月ぐらい使ったのかな。じゃあ今ちょっとカバンの中2人ともチェックして。なんか僕ってなんて醤油の匂いがするんだよ。臭い。これカバンの再生でさ、いっぱいポン酢入れてるから臭いんだよ。ポン酢が垂れて臭くなってるらしいです。ちょっと匂いをちょっと嗅いでみて。やだ。このカバンの中で一番やばいと思うものを1個ずつ出してください。僕え、何か心当たりがあるの？え、それ？ね、別に普通だよ。これかほちゃんが使ったシナモンロールの入れ箱。何がやばいんですか？開けてあげる。これ本当にね、学校でやったもん。何？うわ、なんか何やってるのこれ。出そうか、全部。ちょっといいよ。なんかいろいろ出てきたけど、友達が紙使おうって言うからいっぱいさ。そりゃこの筆箱パンパンだわ。いや、気持ち悪い。これはこれで全部出ました。いや、あと前が、前もある。あ、前は平気じゃん。ちょっと待って、これは何よ。あとで作ったやつなんだけど、この一番でかいやつは何よ。餃子。餃子作ったの、あとで。なぜならかほちゃんは餃子が大好き。あ、ゴーキが入ってんの。友達の名前が書いてある飛行機。そんなちっちゃく折りたたんじゃったら飛ばないんじゃないの。あ、一応飛ぶ。あ、消しゴム。でもなんか入ってないよ。ほら、これか。そう、こういうことね。これは何よ。これはね、ゴミじゃないのそれ。こうやって鉛筆に入れてた。こうしてた。何のために。わからない。ちょっと待って、これ初めて見たんだけど、こんなおもちゃ持ってたっけ。あ、持てるやつ全部カエルの時に買ったやつ。見て、これ象の中から象が出てくる。でもやりたい。象の中から。懐かしい。これとかもさ、鉛筆カスがさ入ったまま。これめっちゃ使った。いいよ。これ何、ラウンド1とラウンド2って何。スリーワーカーチャレンジしたもん。この紙たちどうするんですか。取っとく。もうどうしていいかわからない状態ですね。うわ。いや、1年ってすごいね。筆箱最初持って行った時はスカスカだったはずなのに。じゃあちょっとせいちゃんの一番やばいやつを。あ、もうね、見せたくない。見せたくない。恥ずかしい。恥ずかしい。じゃあせいちゃんの一番やばいやつどうぞ。悪いね、これ。なにこれ。キャンディ。キャンディ。なんでこのお皿、お皿は何これ。すべきゅうなキャンディちゃん。いつからのキャンディなの。え、ちょっと待って、やばいんだけど。やばいそれ。これ何、学校でもらったの。でも実は好きじゃないんだよね。くそ。カナダの学校ってお菓
子が NG じゃないから、ふきたまなんかご褒美にお菓子をくれたりするんだけど、私もポプスクをもらうとき、でもカホもセイもカナダのお菓子あんまり好きじゃないから、結局カバンの中でこんな風に。でも嬉しい。ちょっとパパ食べてみてよ。いや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 、だってこれ1年前でしょ本当に多分。わかんない、いつから入ってるか全然わかんない。いつから入ってるのこれ。しかもこの謎のお皿は何なの。これ何が乗ってたの。セイ見せます。え、ちょっと待って、怖いんだけど。ネズミです。ネズミ、何それ。これセクシーだ。セクシーなネズミだし。ねえねえ、あのやばいもの。何、これがこう乗ってたってこと。うん、そう。あー、じゃあこれはネズミものが乗ってたわけじゃないんだ。よかった。なになに、カホなんか見つけた。なんかもう一つあったよ。あった、なんか変な気持ち悪い。なになになに、ブニョブニョ。何、宇宙にいる。宇宙にいる、エイリアン。はい、なんでエイリアンのカバーに入ってんの。お水が入ってる。なんでそれ、それ何これ。なんでこれが入ってんの。意味がわかんない。わかんない。何これ。ご褒美にもらったのかな。おもちゃとかにくれたりするんだよね。ちょっと待って、顔が怖いんだけど。このエイリアンちょっと見せて。怖い、なんか猿エイリアンみたいな。しかもさ、なんか埃がいっぱいついてるよ。やばいものあるかな。しかもこの足とて何。なんか他やばいもの。ちょっとパパ、2つのカバンの中にやばいものが入ってないかチェックしてください。チェックします。ちょっと待って、やばいもの。やばい、何。水筒が2日前の水筒が入りっぱなしだ。え、なんかなんでもお菓子、これ何？なんだこれ。お菓子が入ってるよ。これなんか潰れてるよ。何これ？これ。わからない。バイス。ああ、空っぽ。よかった。最初におやつだけ持ってったんだよね。大丈夫大丈夫。大丈夫じゃないかな。次センターでございます。これだ。やばいのそんなに。恥ずかしい。恥ずかしい。はいはい。いやー。お願いします。そんなにないでしょ。変なものはないよ。さっき見たから。ある。ある。待って。ピー。ピシブー。パパチェック入りますよ。めっちゃ戦車。戦車。ああ。また一緒だ。ちょっと水筒ちゃんと出さないと。ちょっと待って待って待って。嘘。大丈夫から？大丈夫。あのポテトチップス。ちゅわな。ポケモン。ポケモンカード。そしてなぜか。パズルのピース、しかも逃げたわけ。いや、これ、入れてない。なんでパズルのピース、誰か今頃困ってんじゃないので、これ、見て。お魚が泳いでますね。はい、せーの。待って、手前のポケット怪しそう。いや、シークレットだ、それは。シークレットは、こっちを見て。いや、恥ずかしい。大したことないよ。大したことない。怪しい。靴下、ママがいる。あら、あら、あめ？雨が入ってない。雨、しかもカス、なんか入ってないよ。これ入ってるよ。入ってるやつもある。喉が痛かった時に雨舐めたらいいよって言って持っていかせたんだ。なるほど。それ何ヶ月前の話？結構前の話だよね。ゴムがベタベタしてるの。ベタベタしてるものが。嘘、ちょっと見して。え、あーあなにこれ。嘘でしょ。あ、ジュレジュレ。メガネも入ってるじゃん。メガネ、これメガネ。あー、メガネのバンドがこんなことになって。でもどうやって取んの。これはね、もうこれもうバッグ買えます。やだ。夏休み、カホセイはどうやって過ごすんですか。毎日睡眠
旅行にも行くんですけど、一大プロジェクトはなんとカホセ引っ越しをします。なので今からちょっと家の中もうぐちゃぐちゃになって、引っ越しちゃんと手伝ってくださいよ二人とも。頑張りましょう。頑張りません。日本の皆さんはまだあともうちょっと学校あると思うので頑張ってください。はい、グッドとチャンネル登録お願いします。じゃあみんなにお別れしますよ、せーの、バイ。